皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。ですね、ついにカバンを買い替えました。前ね、以前の動画でもご紹介させていただきました通り、ずっと僕ね、ダレスバッグっていうカバンを使ってたんですよ。もうね、司法書士になってからずっと使ってるので、もう23年間ダレスバッグを毎日持ち歩いてました。で、今のやつが2代目で、まあ、5年前ぐらいに新しいものに変えて、まあ、それずっとね、気に入って使ってたんですけども、最近ですね、やっぱりちょっとね、重すぎるってことが気になり始めて、重すぎるし、でかすぎるってことがちょっと気になり始めてですね、ちょっともうこれはそろそろ買い替えかなっていう気持ちでいました。で、新しいカバンないかなってことでいろいろ探してたんですけども、僕のですね、大学時代の後輩が御殿場でですね、不動産業を始めたんですよ。で、決済回してくれて、御殿場のね、銀行に行って決済をするって日がありました。で、行って、まあちょっとね、時間が空いたので、近くに御殿場ってアウトレットがあるじゃないですか、大きな。で、アウトレットに行ってみたんです。で、洋服とかね、ちょっと買ったんですけども、トレーニング用のやつとか。で、カバンとかないかなって探したんですけど、あったんですよ、いいのが。やっぱりなかなか、やっぱカバンってね、一度買ったら、まあ5年、10年、使うじゃないですか。ですからね、本当に気に入ったカバンをやっぱ持ちたい。毎日持つものなので。で、ある程度やっぱりちゃんとお客様からもきちんとしたものに見えて、丈夫でたくさん物が入ってっていう、ことで見るとですね、意外とやっぱりね、気に入ったものってないもんなんです。じゃあね、そろそろお見せしたいと思います。僕が買ったカバン。これです。ボッテガ・ベネタのブリーフケースですね。で、ボッテガ・ベネタって言うと黒の印象があると思うんですけども、これはですね、ブルーグレーみたいなちょっとこういう色ですね。で、まあ、黒いスーツにも合うし、グレーのスーツにも合うかなっていうふうに思いました。でね、一番気に入った要素はここがですね、こう3つに分かれるようになってるんですね。で、これ1つに1個してなってると、やっぱ中で物がごちゃごちゃになっちゃうじゃないですか。で、やっぱりこういうふうに分かれててほしいんですよ。で、まあその日の使う仕事のファイルだったりとか、それ以外のね、預かり証だったりメモ帳だったり入れるところで、真ん中にはお財布とかキーホルダーとか、そういったもの、名刺ケースとか、そういったものをここに入れようかなと思ってます。でね、すごく軽いですね。もうね、1週間ぐらい持ち歩いてるんですけれども、ダレスバッグに比べるとですね、本当に軽いし、まあ、小さい。だからね、苦にならなくなりました。ちょっとね、ダレスバッグの時はね、持って出かける時に、ああ、またこれ持って出るのかっていうのはね、正直もう、うんざりするような気持ちになる時もあったんですけど、これはもうね、全然そういうことはないです。とってもね、軽くて、物もたくさん入るし、まあ、きちんとして見えるものでね、まあ、かっこいいじゃないですか。で、すごくね、気に入ってます。で、ちょっと心配なのは、これ、イントレチャートっていうんですか、こういう編み込んであるやつ。これ耐久性がやっぱりちょっと不安ですよね。こうすぐぐじゃぐじゃになっちゃうんじゃないかなっていうのがちょっと心配です。いろいろネットで調べるとまあ編んである分、むしろその強度はしっかりしてるんだっていうふうに書いてあるものと、やっぱりね繊細でやっぱり崩れやすいっていうふうに書いてるものとあります。でやっぱりね、それは使い方にもよるんだと思いますけども、まあ、大事に使っていきたいなというふうに思います。まあ面白いデザインだし、持ってやられたのはこの素材はね、すごく昔から好きだったので、まあ、とってもね嬉しいです。まあ、今日これからね、僕はこのカバンを持って仕事をしていきたいなというふうに思います。まあ、今日はカバンをご紹介させていただきました。ありがとうございました。